はい、今回はですね、性欲を抑える方法について話したいと思います。これやっぱね、当たり前の話なんですけど、当たり前かわかんないですけど、肉とかやっぱりネギ、ニンニクとか、そういったもの、精がつくものを食べると、やっぱ性欲が増しますね、おそらく。だからまあ、基本的にはお坊さんが食べるような精進料理とか食べた方がいいですね。まあ僕はだから、基本的には納豆とか、まあ、納豆、お米、フルーツ、まあ、それを心がけてはいます。まあ、健康にもいいですし、お金もそんなにかからないので、やっぱ肉系食うと、やっぱ性欲は増しますね。あんまり自分から積極的に食べないんですけど、なんか実家行った時とか食べたりとか、なんか冷凍の肉も持ってきなさいみたいな、くれたりとか、何か付き合いで食べるときとか、まあそういうぐらいしか食べませんけど、やっぱり増しますね、多分。性欲を抑えるには、そういうお坊さんが食べるような、ご飯食べた方がいいです。だからお坊さんって確かなんかそういうネギとかニラとかそういうの食べちゃいけないみたいな確かあったんですよ。で、あとは、体鍛えるとか、そういった性欲に向かうエネルギーを、まあ、体を鍛えるとか、なんか掃除するだとか。だからお坊さんみたいな生活すると、お坊さん体鍛えてるかどうかわかんないですけど、お坊さんみたいな生活するといいかなと思います。まあ、体鍛えたら自分的にもね、いいと思うので。で、あと、まあ、なんか言おうと思ったら忘れちゃったな。大したことないと思うんだけど、忘れちゃった。一旦ストップする。忘れちゃったから。あ、思い出した。結局でも精進料理みたいな感じにしたとしても、まあ、人間の体なので、性欲がなくなるってことはないので、またその前立腺とかの機能を維持するためにも、まあ、週に1回ぐらいは、射精、まあ、オナニー、セックスとはした方がいいかなと思います。週1ぐらいでは。はい。だからこれはね、本当に毎日、毎日何回も見たくなっちゃう。でもそれはね、人によりきりなんで、週1がいいとか、月2がいいとか、週2がいい、週3がいいとか、いろいろあると思うんで、はい。これがね、まあ、毎日ね、毎、うん、だからそういう毎日ね、やらなきゃいけない人とかだったら、毎日やった方が鍛えられると思うんですけども、そういう予定がない人は、なるべく抑えた方がいいかなと思います。夫婦とか恋人とか、そういう人がいて、頻繁にね、そういうことした方がいいっていう環境にいる人は、まあ、割とそういう週何回かやれるような、風に鍛えていった方がいい。やっぱ、使えば使うほど、維持できると思うので、まあ、セックスレスじゃない方がいいと思うので、恋人にしかり、夫婦にしかり、まあね、まあ、夫婦だったら多分ね、まあ、最低1だよね。週2、3ぐらいね、やった方がいいと思うんですよね。セックスを、まあ、愛情表現としても。まあ、そういう機会がない、まあ、僕みたいな、僕みたいな、その独身者は、まあ、抑えてもいいのかなと思います。無駄にね、エネルギーをね、使わずにという感じで、はい。だから肉とか食っちゃうとね、結構、自分のその体が、心とかじゃなくても、体がその反応しちゃうとか、そのパンパンになっちゃうとか、その朝立ち的な感じでパンパンになっちゃうと思うので、はい。だから気をつけた方がいいかもしれないですね。だからパンパンになって、そのやっぱ、射精しないと、大変なことになるっていうかね、その、ストレスだとか、その、イライラだとか、いろいろ出てくるかもしれませんので、そこら辺はね、男性の生理現象なんで、コントロールした方がいいですね。これ、まあ、こんなこと言うね、塾は、手抜き塾しかありませんけれども、はい。なのでね、その射精のコントロール、その性欲のコントロール、スポーツとかやってる人はね、結構その、精がつくものを食べて、だからそのスポーツとかね、武道とかにね、その精力を使えばいいですけども、だから、そうですね、そういう方にね、筋トレとかその体動かす方、その、なんていうんですか、お仕事とかでも体をすごい使う、筋肉をすごいよく使うような、その、例えば畑仕事、土方の仕事だとか、そういった人はね、スポーツ選手とかはもう、がっつり取っていただいて、
ね、夜もね、あれですけど、本当に。そういう感じでやったらいいのかなと思います。ということで、何かの、参考になれば幸いです。皆様、愛してます。